口さんとバーガーマニアの森口さんと三通ダイナーの田島さんって、はい、今のお話からでも分かる、はい、多分こう考え方とか、うんうん、なんかバーガーに対する思いは近いものがあるかもしれないですけど、うん、お店に対する考え方とか、うん、地域への考え方とまたなんか違うような気がするんですけど、うんうん、ただこう川さんから見たらどちらも師匠みたいな立ち位置になると思うんですよね、うんうんうん、なんかお二人からこう学んだこととか、うん、今も大事にされてることとかって何かありますかね。あのね、これはね、どうやって別にマイナスな意味では全くないんですけど、こううまく言い方がちょっと分かんないんだけど、まあでもその、まあ、バーガーマニアはこうスタイルをすごい、自分とは全然違うスタイルなんですけど、スタイルを自分のやりたいスタイルを貫く姿勢というか、それをちゃんと店作りに落とし込んで、こういうものがやりたいっていうものをこう店作りとして表現する形とかは参考になったかな。で、まあ、この三通はやっぱりどっちかっていうと地域に根付いてたんで、一人一人に丁寧に接客する姿勢とかは結構その自分の中でも、まあ、参考っていうよりは、うん、なんかその自分の中で吸収できる部分はあったかもしれなくて、あとはどっちかっていうと僕はその修行するっていうのも結構なんて言うんだろう、メンタル的な部分は自分の中で自分で出来上がってる部分が結構あるっていうか、だから誰かに習うとかそういうことでもないなって思ってて、から接客スタイルとかもそのマニアから学ぶとか三通から学ぶみたいなところでは正直なくって、もうちょっと実際のところ、仕入れ値がこんぐらい、野菜を仕入れたらこんぐらいで、お肉はこんぐらいの値段がして、店を回すには家賃がだいたいこんぐらいで、人件費こんぐらいかかってみたいなところとか、お肉はこうやってやった方がいいなみたいな、日々こうやってる、そういうところで勉強はしてたけども、店全体で三通ダイナーからこうやって学んだみたいな、バカマニアからこうやって学んだっていう感じでも自分の中ではなくて、なるほど、そう、でもそれはなんかこう周りも見てて、巣立ったところのこう良くも悪くもですけど、いろんな人がいろんなところでバーガー屋やってて、マニアから巣立った人もいて、サンツーダイナーはもともともうちょっと掘ると、まあ、AS クラシックスダイナーとかファンゴーとか、あっちのああいう系列のちょっとこう道で、どっちから独立した人も、まあ、別のところから独立した人も、独立した店のカラーをちょっとこう持って独立する方たちが多くて、で自分はそれが面白くないなっていうタイプで、その01生み出したいタイプっていうか、真似事もしたくないし、そのならずっとそこでやってればいいじゃんっていう、同じようなもの作んなら、その自分でやるなら自分らしさが出ないと意味ないなって思ってたんで、そのどっちの店からも参考にできる部分はあるけど、全部常に、あ、自分だったらもっとこうするなを考えながらやらせてもらってたみたいな感情がめっちゃ大きいかもしれないですね。ちょっと話がずれちゃうんですけど、うん、僕今のお話もちょっと聞きたいなと思って、うん、やっぱりそのファイアーハウス系とか、うん、ブラザーズ系みたいな、うん、やっぱそのお弟子さんたちもたくさんいるじゃないですか、うん、そこでまず最初なんでバーガーマニアさんを選んだのかなっていうのがちょっと前後しちゃうんですけど、はい、これちょっとあの使われたら本当にペラすぎて恥ずかしいんであんま使わないでほしいんですけど、はい、食べに行った時に犬いたんですよ、会社のオーナーさんの、はい、その犬可愛かったからです、はい、あなんできっかけはでもすっげえ恥ずかしいんで、いや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 、犬いるじゃんみたいな、はい、そうだからなんかどっちかっていうと、僕はその修行を始める前からそっちのどこで修行したかみたいなのじゃないじゃんみたいな、それだったらもうやりたくないみたいな、そんなことやるぐらいなら別に独立したくないなって思ったんで、どこでもよかったっちゃどこでもよかったっていうか、本当それ聞こえ悪いんですけど、からその中で、あ、犬いるじゃんみたいな、でこれお客さんのじゃないじゃんみたいな、見てる感じオーナーが引き連れてるじゃんみたいな、あ、ってことは職場に犬いるの可愛いってなってぐらいの感じですなるほど、はい、でこれでちょっと話を戻して、はい、そう考えると、はい、今度川さんがいよいよ自分で独立をしたいなってこう思い始めた時に、はい、田島さんからここを引き継がないかみたいなお話があったのかもしれないんですけど、うん、はいはい、今のお話ですと、
ここで同じ場所でやると、うん、お客さんからすると、うんうん、3-2で働いてた川君がここでお店の名前を変えただけだよねってこう言われちゃうかもしれないっていうのがあるじゃないですか。なので別の場所での独立とか、うんうん、ここで独立することに悩みとかそういうのってなかったのかな、うん、わあね、悩みまではいかなかったですけど、やっぱもともとその話が来るまでは自分は普通にどっか物件探して、それこそ地元の蒲田の方とか全然違うかもしれないけど、なんかやるんだろうなっていう感じだったんですよね、うん、でお金もそれのために貯金しながら修行してたし、うん、っていう時にそのまあ3通が終わっちゃうから、ここでもなんか全く別のものにただ取り壊してなっちゃうのは前のオーナーの田島さんも寂しさがあるから、そのまあ誰かしらやそうやって引き継ぐまでいかないけど、別に引き継がなくてもいいから、ここ別のハンバーガー屋でもなくてもいいから使ってくれる人を探してるんだよねみたいな、それがもういなかったら売りに出そうとは思うんだけどみたいな、売りに出すか、まあ、ぶっ壊すかどっちかにしようかなって思うんだけどっていうので、でもその時に、僕が田島さんのもう2番手みたいな感じで働いてたのがその時僕でだったんで、一番最初に話を振ってくれたんですよね、うん、で俺もバーガー屋志望だし、うん、でそっちのお客さんの心配とかも正直結局あんま気にしてなかったっていうか、その01ってまず自分の人生も01がいいなって思ってたんで、僕にしかできないこととか、その僕だからこそ生み出せるものがないとやる意味ないなみたいな、自分の人生の歩み方をもう大切にしてきてたんで、そのもったいないなっていうのが正直あったり、その、ね、せっかくつながった人の思いを引き継いでできんなら、それはなんか素敵なことだなって僕は逆に思って、うん、成功するか分かんないけど、で屋号も変えるし内装も全部変えるし、バーガーのスタイルもぶっちゃけ三通のものを引き継ぐわけではなくて、自分の本当ゼロから自分の店を作る感じだけど、ここに三通ダイナーがあったのは間違いなく事実で、で俺が新しい店を同じ場所でやるのも事実だから、で仲間としてやるから、その思いをだけは引き継ぎますみたいな、そのスタイルでいいですかっていう確認をして、あで全然むしろやってくれるだけで、ここはね物語が全然知らない人に行くよりは続いていくから、そっちの方が田島さんもいいっていうので、じゃあ僕もここでやりますみたいな感じで言ってやってるんで、すごい細かいけど、なんか三通ダイナーのロゴにも三通ダイナーって書いてあって、はい、Always loves your smile って書いてあるんですよ、ちっちゃい文字で、はい、その loves your smile って僕好きな言葉だったんで、はい、そこをさりげなく引き継ぎますみたいな、はい、思い引き継いでる感出た方が僕はいいんでって言って、でロゴの下にラブズやスマイルだけ入れさせてもらって、あなるほど、で思いだけではつながってるよみたいなのを自分では表現してるんですけどね、はい、まあ、でもこう分かる人には分かる、そうだからそれを大々的にも言ってないし、はい、別にそれをこうなんかねいい感じにして引き継いでつながってるんだぜってこう前面に出すのもちょっと嫌なんで、うん、なるほど、そう、でもこの内装を入れ替えるって逆にゼロから作るよりもお金もまあ冷蔵庫とか多分使えるものも引き継いでるんでしょうけど、お金かかるしなみたいなこともあるかなと思ったんですけど、それよりもやっぱ人ですね、その田島さんの思いとか、そうそうそう、思いだけでやっぱ自分の店をやるからには自分のカラーを出せないなら自分の店じゃなくていいって思っちゃうタイプなんで、そうだからやるからにはやっぱ自分のカラー全面に押し出して、それが他人に受けるとかでは店作りをそもそもしてなかったですね、今もですけど、なるほど、でもこう今もこう日々床のペイントとかもそうですけど、はいはい、ちょっとずつお店が進化といいますか、うん、してるじゃないですか、うんうんうん、内装とかは、うん、川さんの中ではまだ途中なのか、うんうん、結構仕上がってるなっていう感じなのか、あでもうん、まあこれで完成みたいなことはないですけど、まあ自分でできる話じゃないんで、なんか会えば結構その絵描いてくれてるイラストレーターさんとかとも話しますね、ここも描けるよねみたいな、あなるほどなるほど、うん、そうやってどんどん追加できるときはしてって感じなんですね、そうですそうです、だからそのなんていうんですか、総プロデュースみたいにもなってないんで、この額縁に入ってる絵の人と
このメインのロゴを描いてくれてる人と、はい、直書きで床とかこの壁に描いてくれてる人っていうのはそれぞれ違うイラストレーターさんなんで、でそれも僕のバンド活動とかだけじゃなくて音楽が好きなカルチャーのそのハイスタンダード系の人とか、なんか自分が好きになったものとか自分がやってきたことでしかつながってない人たちなんで、この3人が全員知り合いかってたらそんなこともないんで、それとつながってる人生は僕のオリジナルじゃないですかみたいなところでやりたいなと思ったんで、いろんな人に協力を得ればもっとオリジナル感が出るというか、例えばこの人に総プロデュースしてもらうとか、はい、この人に総プロデュースしてもらう、全部書いてもらうってなったら別の人もでも真似できるじゃないですか。そうですね。でもこの3人が、まあ、三位一体なんだったら今後また別のアーティスト感が入ってもいいかなぐらいの感じ で、 でそれがとつながってるのが僕だけっていうのは、うん、その僕である意味があるなっていう、うん、なるほど。その田島さんから思いを引き継いだお店でさっきの話なんですよ、01。そうそうそう、ゼロ一が好きなんですよね。だからこう例えば50年代60年代のアメリカンダイナー風店内みたいなのはお金かければ誰でもできると思っちゃう、うん、それが好きなのはすごい素晴らしいことだけど、俺じゃなくてもやってる人がこの世にいっぱいいるし、例えばちょっとカントリー調とかウッド調でちょっと木をしちゃおうと、こう木主体なおしゃれな空間でウッディーな感じでビートルズかボブディランが流れてて、でちょっとクラシックなハンバーガー出てくるみたいな、もう好きだけど食べる分には好きだけど俺じゃなくてもいいなって思う、その役は俺じゃないなっていうか、こんだけガッチャガチャうるさくて、だからといって別にアメリカントイだけでこうなんていうんですか、原宿にあるような感じだったらそれも真似できるっていうか、そういうことでもなくって俺にしかできないものをやりたくって、それが自分の好きなもので固めるっていう選択肢以外なかったんで、逆に言ったら、そのいろいろそのいろんなアーティストさんが入ることによって、うん、ちょっとこうガチャガチャしちゃうかなっていう印象もなくはないと思うんですけど、うん、ただ僕個人的にはいつもすごく落ち着いた空気感でご飯食べさせてもらえるんですけど、うん、なんかこうスタッフの皆さんに伝えることとかも、うん、なんか大切にされてることってあるんですか？あ、それはやっぱり逆に言ったらこの僕が好きなカルチャーを店に前面に出してるけど、そのカルチャーが大好きな人たちで店のクルーが固まってるとかそういうことでも全くなくて、若い子たちなんて僕が好きな音楽のことを知らない子でもなんかそのパワーさえ合えばいいかなって俺は思ってるんで、そのなんていうんですか、やるからには一生懸命やろうっていうのと、そのなんで働いてるのかっていうのはまず教えるっていうよりはかなり重要視してます、その働くスタッフたちに対して。で最低条件としてそのまあ美味しいハンバーガー作りたいとか自分の店をやるために勉強したいとかはまあやりたいなら全然いくらでも教えるし全然ウェルカムだけど、そこより前に俺はその来てくれて食べてくれてるからにはその笑顔になって帰ってほしい、楽しい、楽しいっていうかまあ気持ちいいっていうかまあなんかほっこりな方でいい、別に爆笑させなくていいから、ほっこり気持ちいい空間にしてこの時間ここにいる時間はして帰ってってほしいって、せっかく3食のうちの1選んでくれてんだからっていうところを教えたいんじゃなくて、俺の今のその俺が言ったその気持ちと自分が今日生きてきて今生きてる感覚が合うなら一緒に働こうっていう、俺が教えたいわけじゃないから、俺は先生やりたくてこの店やってないしみたいな、だからそこが合うなら同じバイブスだからそっちで働こうっていう感じで伝えてはいて、そうだからそことちょっと見失ってるなって思った時でもスタッフにはそれであれば注意できるというか、俺の言う通りにしろよっていう注意は俺大嫌いなんで、あの時あえて話したじゃんみたいな、でうちらは何で働いてんの、人のことを気持ちよくさせたり楽しいって思ったりとか、まあ美味しいはもちろんだけどって思って働いてんでしょうね、人をそういう気持ちにさせたくてやってるんでしょうね、だったらあの行動は違うじゃんっていうか、もっとできることあるじゃんみたいな、だってそこってそうじゃんっていう、お互い頑張ろうよって言って話したんでしょっていう感じで言えるんで、そっちの方が純度が高いかなという、いやその
募集料要項がすごい素敵だなって思ってたんですよ、はい、ただそこでちゃんと顔を合わせた時に、はい、そこもちゃんとお互いの思いというか、はい、なんですかね、こういうふうなシフトで働いてねじゃなくて、うん、僕はこう思ってるよっていうのをちゃんと伝えてるんですね、うん、そうです。だからほぼなんか募集が来ないんですけどね、まあ、エッジが効きすぎてるとか、はい、いやでもあの本当にこういったお店、かわいいお店、うん、空気感のお店 で働かれてる若い女性の方とかがいるお店って、うん、もうなんすか、接客がそっけなかったりとか、はいはいはい、なんか空間かわいいしご飯もおいしいけどなんかがっかりみたいなことって、うん、他のお店だとたまにあったりするんですけど、うん、本当にここはそういうそのバーガーファクトリーさんそういうのがなくて、うん、ありがとうございます。全員が本当気持ちいいなっていう、うんうんうん、しかも年齢でいったら多分まだ20歳そこそことかなのに、うんうん、しっかりしてるなみたいな子たちばかりで、うんうんうん、それはちゃんと思いが伝わってたから、そうだと思うんですね。だから素晴らしい、そこのやっぱり合わなかったら辞めてっちゃったりもするし、でもそのまあ人なんて相性なんで誰が悪いとかでもないから、逆に俺の思いに従ってほしいとか俺の言う通りに働いてほしいみたいな気持ちは全くないから、自分それだともう楽しくないし、自分もやっててまだ33だし、自分もまだ自分ができた人間だなんて思ってないんで、シンパシー合うやつらとでもお互いまだいけるっしょっていう、まだまだだよねっていう、うちらお互い頑張ろうねっていうので、でもっとこうやった方が親切じゃないみたいなのとかはディスカッションできるしみたいな働き方がいいなって思ってて、でもそうなるとやっぱりちょっとまあ難しい子はちょっと難しいっていうか、もうちょっとマニュアルで固められてて仕事を覚えていけばステップアップをしていって時給が上がっていってやりがいも感じれてっていう方が全然いいんじゃないって来た若い子には言います、うん、いや確かにこう大手チェーン店とかだともうそういう教育をしますから、うん、そっちの方が楽だったりはしますよね、うん、働いてる側としても。そうで、どんなに批判が来ようと僕はあなたのことを成長させようなんて思ってないよっていう、だそれは指導者として間違ってるんじゃないのとか批判が来たとしても、俺がこの場所で毎日来て仕事をしてこの店を作ってるのはもう俺だから、誰が何と言おうと俺の考えでやっていいと思ってるんで、世の中のなんていうんですか、正解とは違うかもしれない、指導者として自分は、でも自分はその店作りじゃないとやりたくないんでそっちの方がいいかなって思って。いやでも結果として今すごくいいチームなので、うん、もう大成功ですね、うんうんうん、きっと。ああそうですね、でもまあまだまだもうちょっといけると思います。うん、楽しみですね。ああその01で商品っていうところもお聞きしたいんですけども、うんうん、その商品の発想とか、はいはい、こんな商品作りたいなっていうのはどういうタイミングで考えたりとか思いついたりするんですか。それもだから本当01なんで参考にするものがないんですよ、うん、から本当ひらめきが多いですね、ポッてなんか、まあ、多少参考にするというか01って言っても、例えばうちメロンパン使ったハンバーガーとかも、その例えばドーナツバーガーみたいなのって世の中にあるんですよね、ドーナツをバンズの代わりに使って甘じょっぱいバーガーみたいな、でうちもその中側に甘じょっぱいものジャムとかクリームチーズとかピーナッツバター入れたハンバーガーとか作ってて、で中側甘くしてるの結構あるけど側甘くしたことないなというか、側を変えるっていう発想そういえばないなってふと思って、それもきっかけとかじゃなくて、でも真似したくないなみたいな、ドーナツとかあるけど全然同じのやるならつまんないなみたいなので、でなんかないかなみたいなのでメロンパンいいんじゃないってなってやってみたんですよ。でハマりました。あ、よかったよかったよかった。最高でした。あ、これなんか新感覚じゃないみたいな、そういうほんとひょんなきっかけから、うん、なんかこうバンズとしての硬さとかがなんか硬すぎても柔らかすぎて、うんうん、もうなんか食感が大きく変わるとやっぱなんか違和感とかありそうなんですけど、うんうん、そういったのも特になかったですし、本当なんか味の構造が二重三重になってて、はいはいはい、めちゃめちゃ楽しいなと思いました。ありがとうございます。なんかあのチーズモンスターとかもちょっと最近外国で真似されちゃったとかありましたけど、はいはいはい、ああいうのもじゃあこんなのがあったらいいなみたいなところから、そうだからああいうのもその本当にうちはそういう精神的なこだわりはありつつも、商品とかはその
細部がこう細かい緻密に匠の技でみたいなのよりはもうちょっとフランクでいきたいなと思ってるんで、本当おふざけの延長線上な感覚が近いっていうか、そうだからチーズバーガーとかもなんかもうバーガーの概念って何なんだろうなみたいな話を自分でちょっと思って、なんか例えばパンで肉挟んだらバーガーだけど、いや米で挟んでもバーガーって言われるし、ハンバーガーって何なんだろうってなって、何でもいいんじゃねってなって、手で持って、まあ日本だったらねみんな普通のハンバーガーもフォークとかナイフとかで食べたりはしますけど、でも根本的には片手でかぶりつく食べ物じゃないですか。かぶりつけなくしてやろうと思って、なんかそういう甘の弱な発想からです。からもうチーズソースぶちかけてコーティングしたらもう手で持てないじゃんみたいな、持ちたくても持てないじゃんみたいな、いいんじゃないみたいな、でチーズいっぱいだからチーズモンスターっていう名前にしようっていうぐらいの感じです。ほんとそんな感じです。なるほど。でもちゃんとそれを形にするっていうのがまた楽しいし、なんかそれができるっていうのがすごいなって思いますね。うん、まあだからそこのクリエイティビティはやっぱ自分の楽しさでもあるかもしれないですね。そのバランスよく考えたりとか、ちゃんと美味しいものにするみたいな、ふざけてるのに美味しいってなかなか面白くないとは思うんで、そうだから基本なんか結局それが映えの一言で今は世の中的に片付けられますけど、映えさせるためには一個もやってないですね、うちは。